寒いだろ。さあエクストララージ食の細道 in 岐阜はまさかの蕎麦屋さん、サラシナにやってまいりました。さあ、ゲームハウスのチャーリーさんですね。皆様でよろしくお願いします。本当に各所でですね、はい、私美味しいものを食べさせていただいてますので、現地のイベンターさんには大変お世話になっておりまして、先日は共同東北の岸田さんが来ました。あれこれ案内してくださいましたけども、今日は京都、明日岐阜県と浜松、静岡浜松はチャーリーさんにお世話になります。さあというわけで岐阜県の食の細道は冷やしたぬきそばですね。注文をチャーリーさんにお願いしたら勝手に特大になりました。特大が来ました。これが波ですね。よろしくお願いします。というわけで今日はね、マネージャーのほかりさんがいらっしゃいませんので、食べてる様子が撮れません。というわけでいただきます。いただきます。いただきます。うまそうだな。すげえ、そばがまずめっちゃうまい。タレと天かすと、もうそれのもう何ハーモニー、ハーモニーというか、もうコラボレーションというか、うんね、ケミストリーというか、ケミストリーとか、いやすごいうまいこれ。絶品だわ。ごちそうさまでございました。めっちゃ美味しいですね。ありがとう、岐阜おいーす。というわけで食の細道 in 岐阜はサラシナの冷やしたぬきそば、はい、素晴らしい。そばだけに素晴らしい。なんつって。いいね。お待たせしました。